全ての政策はあの複雑な民主主義の政治プロセスでしか決められませんからその政治プロセスの厄介さを考えるとやはり政策のこう順序というのはすごく重要でまず経済を正常化することそれで歳出日本の場合は後から議論されますけどもやっぱり年金等々の歳出をあのキャップをはめて適正にすること私も吉川さんも年金もらうわけで多分年金なしでもういい ような人にも年金が今出てるわけですねそういうこと含めてやって社会保障ってなんだってこうまあやや乱暴に言えばですねやっぱり私流に言えば格差の防波堤だと思うんですよ子どもの貧困ですか教育格差とかあるけどこれはやっぱり優意しい問題で日本の社会にとっていいことではない じゃ、これを、まあ、マクロで受け止めて、少しでも緩和する制度は何かって、社会保障なんですよね。で、問題は、これは、あの、高倉さん、まさに正しく指摘された通り、私も社会保障の中身を改革を。いろいろやらなくちゃいけないんですよ。税率を上げても。 マクロエコノミックマネジメントがうまくいかないと税収は下がるだから税のために消費税財政再建のために増税しても結果的な財政再建ができなくなるシーケンスを間違うとそういうふうになるのではないかそこがやっぱり一番あの実際にあの政,あの政策をこう見てた立場から心配しているところです。この3年間です、ね、あの民間民から政府が吸い上げすすぎてますねと で繰り返しますよ財政再建というのは民間からネットで政府がある程度吸い上げていかないと財政再建できないんだけどもその速度が速すぎると全体を悪くしてしてまう社会保障の改革の議論を大いに進めると同時に歳入についてはやっぱり足りないんですよ8%では足りないですから少なくても10%は日本人合意すべきだと思います で消費税について私が残念に思うのはこれがいわゆる景気との関係でだけ議論されすぎていると思いますね私は。で、まあ、消費税というのは上げるとやっぱり何とか言っても消費が低迷するという議論があって特に8に上げた後のことはよく言われるんですけれどもどうなんですかね。 まあ国債の話に戻すと市場落ち着いてるわけですよね、まあ、それとからマイナスの金利とこれはもう一つに日銀が買ってるとそれに尽きるんじゃないでしょうか日本銀行がまあ,あのいわば高い値段の国債買ってるわけですよねですからその意味では金利は下がるということでマイナスのところまでそういうマーケットになってるわけですけれども。 しかしそれができなくなるっていうのが問題なわけででまあよく言われる話ですがいつかは金利っていうのは上がっていくということになるわけですよね。まあそれがいわゆる出口日銀の政策でいえば出口の話ですけどそうした時に出口をちゃんと出れるかっていうそういう話だと思うんですけれどもそれはやはりそれ,がそれこそがリスクであって。 今、ね、すごく面白い現象がずっと続いていると思うんですよね、まあ、つまりさっき言った経済派と財政派っていう、まあ、あ,るあ,るある意味でいるわけでするとね両方の方からの不信感がすごく強いわけですよで財政派から見ると経済成長するスルって言ったって全然名目成長高まってこないじゃないかとこんなんで本当にできるのかと。 それに対して経済派からですね何を言ってるんだと財政派が言ってるねその悲観的なシナリオっていうのはね例えば増税しないと大変なことになるよと言ってたけども増税2回延期しても2015年の中間目標達成できてるじゃないかとだから双,双方がやっぱりすごく不信感を持ってるでそれをいやそうじゃなくてこうですとこうなりますというふうなあの信頼性のあるそのエクスペクテーションがちゃんと揺らがないようなそのシナリオをやっぱり作らなきゃいけないですよね。